ルだらけですね。声も入って、どうも、高汁でーす。ごめん。あれですね。はいはいはい。今日からショールームということで。そうですね。はい、ショールームだけということで。はい。バッツリいきなり切られましたね。フレッシュの方に。フレッシュの方に。放送してませんか。ひどい話ですよね。いきなりなくなるっていう。はい。今日見てみたら、もう全部公開終了しましたになってました。なってましたね。はい、お前らが勝手にやったんだろうって話でね。終了させられましたんですかね、本当は。これダメですね。ん？これダメですね、僕。あ、服が。ああ。これもう過ぎちゃってるっすね。透明、あれですね。電波少年みたいになってますね。なってるっすね。はい。あ、もう皆さん、コメント。ヒカルンが出てますね、斉藤さん。ヒカルン、あ、ほんとほんと。これ着ようかな、じゃあ。それでもなんか似たようなからでも大丈夫ですか。いやああ、それは大丈夫ですね。これも緑がダメなの。あ、みあ、黒巻ってやつですか。確かに黒巻。はいはい。あ、もう皆さんじゃあこっちに行こう。あ、ありがとうございます。してください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 。あ、今日星がバレンタインなんだね。はい、なるほど。あ、そうですよね。今日バレンタインなんですよね。え、なんかもらいました。ゼロですね。もう久しくないですよね。もらってないですね。バレンタインデーっていうイベントに楽しいとか、はいはい、もらいました。僕もゼロですね。あ、僕あのうちの社員から、うちの社員から、はい、明太子。あ、いいっすね。明太、あ、そういうのいいっすね。あの博多行ってたらしくて、はいはいはい、お土産につって。僕あの嫁さんがまあ、言っても糖質制限してるじゃないですか、僕。まあ、そうですね。あんまりこう甘いの食べないんで。はいはいはい。さあの嫁さんがポッて5000円渡してきて、はい、バレンタインデーって言われたんですよ。5000円5000円でおーいいね、おおって言って、いやいやでもいいよいいよ、そんなもう悪いから、もうそんな苦しいんだから、うん、無理しないでって言ってそんなチョコレートの代わりに5000円もらってもっ って、うん、そうだね、ね、であのなんか言ったら糖質制限してるから、うん、糖質オフのチョコレートとかもあるじゃないですか、そのまずいでしょう、ね、うまいこと作れるんですよ、多分、うん、そうだから、いやそういうなんか糖質オフのケーキ作るとかなんかそういうのやってよみたいな、その金じゃなくてっつったら、うざ、はい、でそしたらめんどくさ、いやいやもうそっちの方が高くつくわって言われてあーそっかと材料が高いんだ、材料高い、材料高い、はい、あそう、手間もすごいでしょ、すいません、そのお金で1時間じゃ済まないでしょまあそうですね、多分だいぶ揃えるところ、うんうん、アマゾンで注文するところが始まるから、ね、多分そのお金でどうしたんですか。それでで、まあさすがに俺一人でなんかこううまいもん食うのもあれなんで、じゃあこれのお金でみんなでご飯行こうかと、行きましょう、おいしいの食べようかと、はい、それでなるほどね、なんか寿司かなんか食べて、あ、なるほどね、なるほど、いい使い方だ。そうですね、バレンタイン関係ないですね。関係ないですもんお金を奥さんにもらって寿司食べに行っただけの、食べに行っただけ、はい、お酒もらいましょうか。あ、そうですね、お酒もらいましょうか、はい、すいません、お願いします、ギリギリの姫ください。います。いや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 、あ、すごいな。これでもショールームの人たち、従来もともとショールームにいる人たちも見てくれてるんですかね、これ。どうなんでしょうね。うん、あのライブが始まると、うん、姫おはよう。おはようございます。今日ギリギリでしたね、姫。5分前ぐらいですかね。急ぐジェスチャー、これじゃ全然急げないよ、うん、急げない、全然スピード出ないそれいつものやって、あ、あっちにも出てるじゃないですか、あの、あ、そうそう、吹き出しになってるね、はい、面白いね、ショールームね、はい、姫が星とか欲しいみたいな感じですよ、皆さん、なんか欲しい、なんかちょうだいみたいな、わかんないですけど、なんかあるんですよね、その、うん、プレゼントみたいな、あのスペシャルギフトはあれですか、課金ですか、あれ、え、すいません、ありがとうございます、え、スペシャルギフトが、あ、だるま、あれ課金じゃないですか、お、すごい、無料はね、星しか投げられないです、確か、あ、星は無料なんですね、いや、今日はあのバレンタインでしたけど、はい、はい、あ、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、嬉しいですね、いきなり、はい、あ、心を込めてハート100、ありがとうございます。ありがとうございます。課金なんだ。じゃあちょっとお酒持ってる人はせっかくですんで一緒に乾杯しましょう。はい、お願いします。用意できましたでしょうか。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ああ、入ってなかったああ。いや。スイッチが入るとね、はい、あの、パッと飲めるっすね。何のスイッチですか？ああ。さっきさ、はい、早めに着いたから、ちょっと居酒屋行ったじゃないですか、はいはいはい、一緒に。ほんで、はい、9時から飲んだ、1時間飲んだ、まあね、1時間飲んで、はい、俺、ゆず梅酒一杯ですよ。飲んでましたね、はい、ゆず。1時間で。はい、サワー頼んでなかったですか？最後、はい、グレープフルーツサワー頼んだんですけど、はい、ほとんど飲まなかったです。残した。まあまあまあ、放送前そんな飲めないですよね。そうですね。はいはい、あ、僕はもう、まあまあ、飲んでます。気にせず行っちゃいますけど、はい。この間ベロベロでしたもんね。そうですね。やりますよね、はい、でも、あの、僕結構特技があって、はい、感じさせなくないですか、そんなに。放送では普段が酔っ払ってるみたいな、はい、そうなんですよ。多分そっち寄りなんですよ。ちょっとそういう普段が酔ってる寄りなんで、そういうなんか結構どんだけベロベロでも、うん、まあまあ、あれいつも通りいけてるねって、いけてるね。でどっかでバタンってくるんですよ、急に。もうスイッチが切れる。急になんかうわあいつやばくねみたいなスイッチが入る瞬間があるんですけど、そこの寸前までは大丈夫なんですよ。結構後の方だもんね。結構長いです、ね、結構長いです。心を込めてハート100個ありがとうございます。上だからね。ああそうか、そうか、こう上に来てんのか。上から下にずれてるからね、うん、そうか。え、あ、すごいな。パパはあと、あ、パパなんかランキングみたいなの見たらパパがとんでもねえ。ランキングとか見れるの？ありましたよ、なんかランキング、番組のランキングあるの、その中の。あれですよね、その番組の中で誰が一番課金したかみたいなランキングがすごいシステム。ありがたいです、ね、すごいシステムで、パパがすんごいやってくれてたんですね、さっき見たら。言っても 2,3 回ですもんね、まだショールーム。そうですね、そうですね、はい、初めてから、はい、今日完全慎吾さんのランドセルになるよ。どういうことなんでしょうね。ランドセルはやばい。俺がランドセルなんですか。俺今日だから初めてそのさくらのランドセルになりたいからですよ、だからさくらのランドセルになりたいから。俺は重いだろお前。ありがとう姫。背負ってるものが重いですかね、やっぱ姫。今日もなんか姫今日の高そうだね、うん、なんか特に、うん、どこで買ったみたいなこと言ってんの今。あ、チョコレート、チョコレート、はい、あ、なるほど、バレンタインに合わせてきて、はいはいはい、あーなるほどね、はいはいはい、バレンタインに合わせる服って何ですか。いや、こういうことですよ、だから赤い下着じゃないですか、うん、ああ、私をどうぞみたいな。そうっすね、いいっすね。、はい、いや嫁にそう、はいはい、そういうのされたらよかったな、はいはい、5000よりいいんじゃないですか。5000よりそちらの価値はあります、価値ありますね、はい、はい、チョコはあるんですかって、りょうくんが。あら、チョコあるんですか、まさかの。ないだろう、視聴者プレゼントで姫の手作りチョコ、まさかの。今日は視聴者プレゼント姫からのチョコにしよう。あ、いいじゃないですか、あれば、はい、ある、あんの、あんの、あんの。じゃあちょっともう一回一杯飲んどこれ。ちょっとじゃあ飲むかな。あー冷たい。はあ、ありがとうございます。いやダメだ、一気はできない。いいよ、しないで、量が多かった、別にしないでいいよ。夢からの、いや、そうっすね。あ、すごいな、ショールームいっぱい。どうなってんのか。アバターみたいなところ、もうみんなそれぞれで用意してるんですか、これ。だから今日、勝手に割り当てられるんですか。さっき、はい、ショールーム入ったんです、初めて。はい、そしたら、慎吾関って書いてあるのに、はい、女の子だったんですよ、アバターが。やばいっすね。ちょっとやべえ方行って。ちょっとやべえ、恥ずかしいなと思って、変えようと思ったら、加藤ちゃんとかいろいろあるんですよ。はいはいはい、マルコちゃんとか、はいはいはい。そしたら、お金払えって言うんですよ。アバター変えるのに。変えるのに。勝手に女の子に設定しといて。ヤクザっすね、もうやり方。で、まあちょっといろいろやってたら、はい、男か女かぐらいは選べた。あ、選べた。ああ、よかったよかった。4種類ぐらいやって。そうなんですね、うん、あ、僕も作ったけど俺どうなってんだろうな、うん、俺のアカウント。ほら、さくらのランドセルなんかは、はい、あれじゃないですか、たぬきじゃないですか。あ、ほんとだ、たぬき。え、もう前々からショールームやってたんですか。じゃないさくらのランドセルさんは。
ラスカル、ラスカル、ラスカル、タヌキ、何あれ、あの、いや、なんだろう、桜のアライグマ、アライグマじゃん、アライグマ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 、なんかキャラクターだよね、あの、この番組はこれだな、これだな、見えない、女の子ですかあれ、まあラスカル、ラスカルなんで、はい、うん、あ、ラスカルなんですね、ラスカルだね、はいはい。下ネタも掘り込んできましたけども、はい、アライグマね、アライグマ、ラスカル、今日、はい、来る前に、はい、ルイ君と居酒屋行ってたんですよ、はい、そしたらそのお店はなんか結構注文が入るとなんかみんなで掛け声をするような、はい、なんかするようなところで、はい、なんとか入りました、ありがとうございます、なんとかなんとかみたいな掛け声入るところで、はい、で食べ終わる、あ、食べる、帰る時になると、なんとかなんとかさん、2名様お帰りです、よーっパンってやるんですよ、はいはい、もうそれを一緒にやりたくて、はい、あの他のお客さんが帰る時に一緒にパンってやりたいじゃないですか、はいはい、それやるんですけど、2人で話してて飲んでるじゃないですか、はい、そしたらもうよーってなってもう間に合わないですなんか不意に来るんですよね、不意に来るよね、不意に来るよね、結構普通に夢中になって喋ってたら急によーって聞いて、ああもう間に合わないなかなかバンみたいな、なかなかできなくて、結局自分たちの分でしかできなかった、自分たちが帰るときにやったっすね、いいお店だったっすね、いいお店だった、終わった後も T シャツのまま外に出てきて、ありがとうございました、ありがとうございましたみたいな、あ、すごいな、気合入ってる、ね、あれすごかったっすね、あの店、うん、よかろうもん、はい、ルーさん元気、ルーさん、え、知ってるの、さくらのランドセル、知ってるだろう、さくらのランドセルさん誰だろう、それだからあれですよ、元気です、ラスカルですよ、え、震源地のラスカルでなわけないだ違いますよねあんなコメントしないあいつあんなあのだるまとかくれないだろ、そうっすよね、あいつ絶対くれ、だるまくれないよ、あいつは、はあ、なかなかぶっ飛んだやつですかね、はい、今日はもう姫をたくさん出そう、うん、そうですね、今日はバレンタインのために服選んできたって言ってるから、うん、飲まないと姫出てこないからね、一旦コマーシャル行きましょうか。一旦もう行っちゃいます。一旦コマーシャル10分なんでね。はいはい、一旦コマーシャル行きます。はい、どうぞコマーシャル。池袋東口を出て徒歩5分。ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK。スタジオ内見学 OK。あ、そうだ。スタジオシグナル行こう。あ、ただいまです。あ、ただいまです。ほんで、まあ、はい、大きく変わったところは、はい、ショールームはアーカイブ置けないんですよね。そうですよね。はいはい、なので、はい、斉藤さんがせこせこ毎日、はい、キャプチャーして、はい、YouTube に。すごい。すごい量あります、ね。すごい量ありますよ。だって、今までの放送すごい量あります。2年ぐらいやってるんですか ?1 年半ぐらいですか1年半やってます。1年半、毎週木曜日に1時間、約1時間。60話とか70話とかじゃないですか。うわやばいっすね。はい。それをせこせこアップするという作業を。はい、え、それ全部やってますか、ね、やってくれてやったんですよ、斉藤さんは。すごい。ほんで、はい、サザンオールスターズ僕たまに歌うじゃないですか。はいはいはい。はカットなんですよ。あー。YouTube うるさいんですよね。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。著作権的なものに引っかかると、そうなんです、はい、そうなんですよ。でも、はい、僕カラオケ歌うのなんて、はい、最後の方じゃないですか、1時間の、はい、で歌うか歌わないかも分かんないじゃないですか。そんな一瞬でそれをさ、はい、なん見てんの？いやあれって聞いたら、はい、自動なんでしょ？そう、自動でなんかその波形みたいなのも多分拾ってんすよね、多分ファイルの、おそらくなんかそのキー変えたらバレないのかな。いやもう、あ、この波形は俺津波じゃないの、うん、みたいな。アレンジしたらわかあ、だからライブバージョンだったらいいんじゃないですか。オケで撮ってんのオケで撮ってんのかな、そのオケかな。オケだったらもうお手上げだよね。オケだったら無理ですけど、これライブバージョンだったらいい。俺の声、はい、音程を撮ってるなら、はいはい、でも逆に言うとなんですけど、うん、長渕剛の乾杯が聞きたかったんです、僕昔、はいはいはい、乾杯が聞きたくて、はいはい、あの当時、うん、で CD 買ったんですよ、ベストみたいなはい、はい、でもう落ちなかった。乾杯買って聞いて乾杯
前聞きたくて買ってんのに、うん、もう、ま、長渕剛サビ一瞬しか歌わないんですよ。乾杯うせいみたいな。ずーっともう、はいはいはい、あとなんか、君は人生。もう観客がずーっと、全員がずーっと鳴り上がってるでしょ。ずーっと。おい、と思って。そう、ライブバージョンの CD をお前が欲張って、ベストみたいな。欲張って買うから、お前が乾杯だけ入ってるアルバムを、欲張ったからそういう、そういうことになるし。あれで、著作権行かれたら、俺はちょっと納得いかないですよ。観客俺は観客バージョンでやってるし。ひどい話ですよ。うん、そんなんで、あ、著作権が引っかかってますとか言われたら。あのさ、はい、ルー君さ、はい、歌手じゃない一応、うんうん、それでさ曲もいっぱい出してるじゃない、はい、売れたのもいっぱいあるじゃないでももう、はい、お蔵入りしてるのも随分あるじゃないありますその辺を、はい、ね、はい、スマップじゃなくて宇多田ヒカルじゃないな、はい、米津玄師みたいのが、はいはい、カバーして、はい、めちゃめちゃ売れたとするじゃん、はい、無断でやって、はい、超怒るやっぱうわ難しい有名になる元々の、はい、俺の素質お前のあれが上がるじゃんまず俺の素質を認められたってことですね世の中にそう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 ただ俺はお前が歌ったからダメなだけで器量がなかっただけで俺は素材はいいもの作れたんだけどハーマー向けだったというかそうそうだからなんだっけ、うん、徳永英明とかがさいろんなカバーの曲とか出してるじゃないありますね、はい、あれでお前の歌をさ、はい、まああれですねコーヒールンバが荻野目洋子の方がみんな知ってるみたいな。そう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 。イノベ様。じゃなくてっていうことですね。それを、はい、歌われたらどんな感じなの？ちょっとお金よこせよみたいな感じになるやっぱり。あの人たちはお金もらってるでしょうからおそらく同じケースでカバーしてる人たちに関してはお金もう払ってるじゃないですか多分、うんうん。俺全く知らないところで勝手にやられて、うん、ただ腹立つ。すっげえビッグチューン。で、ビッグチューンビッグアーティストで。はい、アーティストで相手がですよね相手がミスチルでいいですかじゃあミスチルミスチルとしてミスチルが桜井今度をコンドームをしようって言い素早く危険を察知しようって言ってミスチルがあ、うん、エイズのあれイベントやってるから、うんうん、性病って言って性病おおってやつあるじゃないですかあれめっちゃ盛り上がるじゃないですかあれミスチルがやったらミスチルがやって、はい、でこれ俺のですって顔されたらでいやいやいや、はい、桜井がじきじきにお前ん家に電話かかってきて、はい、あこの間使わせてもらいましたありがとうございます今日よかったらちょっと一杯やりませんかっつって全然いいっす全然いいっすで一杯飲むじゃないですか、はい、ありがとうね本当助かったよ、はい、あここの飲み代出しとくからっつってわあそこなのかでも桜井と LINE 交換して、はい、あでいいっすいいっすじゃあもういいっすいいっす今度ライブ来てよってリップ席なんかそのチケットだけでなんかもう行ける気します元取ってる気しますねそうそうする、はい、そうするそうっすねなかなか難しいよね、はい、あ、まこさんおはようございます違法人おはようございます自動でわかるのがすごい、うん、あ、違法人さん来たあ、みんな来てくれてんな、これかわいい顔慎吾さんのかわいい顔燃えるっていうなかなかかわいいキャラでいかないんですけどねそうっすね、はい、嬉しいっすね、はい、そんなこと言われたことないのちょっと嬉しいな、はいうん、飲もうかな可愛いって言われたから可愛いって言われたから飲みます可愛いって言われると飲むシステムがあるんですよショールームになったらまあショールーム一発目ですからね言ってもメインでやって、はい、ありがとうございますはいはいはいそうかバレンタインデーか皆さんありましたバレンタインデーはチョコもらった人います、はいはい、写真とかアップできないのかなこれできないあ写真とかはできないんじゃないですかそうだよね、うん卑猥な写真とかする人いそうだもんね。ああ確かに。あの女の子がもうその言ったらそれこそ著作権引っかかるようなやつ。いやそう誰かの写真とかあげられたら。ああ。バレンタイン。リンクいい歌いっぱいあるんですけどね。ありますね。ありますよ。僕好きなのグッバイおっぱいとか。ああ。あれ名曲ですよね。社会派ですね。ああ。レベルミュージックです。レベルミュージックです。レベルミュージックですね。あの曲は。あの曲名曲ですよね。そうですね。もう今や。あれですけどみんな何のこっちゃですけどああそうですね当時ね、はいはい、あの当時あれをお前が歌い上げたっていうね、はいはい、確かにいい曲多いよなまあそうですねあれ確かそうですねなんかでレゲエというジャンルと、はい、君が歌ったから、はい、歌そんなに売れなかったのかもしれないですけど、はいはい、まああれが急にあいみょんが今歌ってたらはい、あいみょんが言ってたらですね多分歌わないと思いますけど、はい、爆風スランプから出したら、ああ、なる、はい、
最近なんでテレビでおっぱい真似した真似したあなんかちょっと見えてきた。ああそうですね、風貌も風貌もね、大体もう丸いものにサングラスつけたらあのサンプラザサンプラザさんになりますから、ね、そうですね松山先輩も松山先輩も大体ね大体同種ですね、はい、同種ですね、はい、あれそうですね、結構あの曲はあったいろいろあったですね、うん、エピソードがなんかあのそうですね、なんだっけ、りょうさんギリチョコもらったって、えいいな、ギリチョコもないっす俺、あでもその明太子もらったじゃないですか、博多のお土産ですよ明太あギリギリ明太じゃないですか、違う違うギリ明太博多のお土産ですあ一緒くたにしてくれるなと、お土産そうだ、ね、じゃあチョコは別でしょ、チョコをもらいたいじゃないですか、チョコを、あーまあそうですね、めんあっちは明太子の方が嬉しいですよ、明太子の方が、そうですね、博多の明太子の方が絶対嬉しいですけど、絶対美味しいじゃないですか、それは分かってますけどそうですね、チョコか、いやチョコ食わねえからな、これバレンタインってのいつからあるんですかね、あそれなんか調べましたよ俺、どうなんですか、日本発祥なんですよねバレンタインって、ああそうなんですか、はい、で企業戦略かなんかでチョコレートを売りましょうみたいな、はい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 、2月売れないのかな、なんかそんなんじゃないですかね、うん、なんか何にもどういうタイミングでやったのか分かんないですけど、うん、なんかバレンタインデーというキャンペーンを打ち出して、うん、いつやったんだろう、昭和ですよね多分、どっから許します、え、だからそのもうハロウィンはいいじゃないですか、はいはいはい、もうあそこもう国民のもうそうなんだよと思ってたけど、国民のイベント国民のイベントでいいじゃないですか、はい、ハロウィンはいいじゃないですか、はい、恵方巻きどうですか、あれ国民のイベントですよ、でもあっちの方 あっちの方がどっちが、あの恵方の方、恵方の方が、うん、そのなキャリアで言うと、でも関西の、はい、すげえローカルな地域だけでやってるあれじゃないですか、はい、あそうなんですか、そうなんです、もともとは、うんうん、それをみんなが真似してあの2月にコンビニが、はい、2月の商品ってないらしいんですよ、はいはいはい、おでんとかなんかその節分じゃちょっと言われちゃう、豆売れないから、はいはいはい、から2月になんか作ろうって言って恵方巻きを取り上げたんですけど、はい、この間、はいはいはい、それまで恵方巻きがあったんですよ、だからその小さい集落、小さいそ集落の中だけであったんですけど、はい、それをピックアップしてやってるんですけど、みんなせっかくだからみんなでやりましょうよみたいな、そうそう、物を売りたいなって、物を売りたいなっていう、あ企業努力の結果なんですね、今は恵方巻きなんてって言ってますけど、はい、バレンタインもそうだったでしょ、ハロウィンだってそう思ってたじゃないですか。ハロウィンはもうひどかった。ひどい。そうですね。ひどいスタートだったっすよね。そうですよね。俺らの中では。はい。はい、今や国民の行事になっちゃう。もう行事ですよね。あれは、はい、もう、俺たちの負けですよね。あれはでも、本当に、身内でやってる分には楽しいんですけど、家でね。渋谷に集まって、ね、はいはいはい。みたいなことをやるのがもうちょっと嫌なんですよね。入場料とか取ればいいんですよね、もうだからいっそ渋谷の交差点をもういやだからその集まるところにバーン集めてそういうのしたい人たちが、そういうイベントありますよ、バカ騒ぎして、ハロだからハロウィンイベントあるじゃないですか、クラブでいっぱいあるじゃないですか、そうですね、いやそれそこでやってほしいですよね、 ああいうバカ騒ぎみたいなこと、道でやるからいいんでしょあの人たちは、ああだからイベントをかこつけて、そう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 、いやあれよくないですよね、どっかに、うん、そのお金をね、はい、落としてあげないと、はい、そう成り立たないですよね、ああ要するに缶ビール缶チューハイ買って、まあコンビニは儲かってるんですよね、コンビニは儲かるですかね、コンビニは儲かるですかね、はい、あ確か言ってましたよ、だってあのワールドカップのシーズンとか渋谷中の青色の服はなくなるらしいですよ、ああもう青色の服がもう全てもうちょっと青入ってるとかでも、フォーセのやってるレッドパーティー、はい、はいはいはい、あれも町田から、はい、町田のドンキから赤い服がなくなるですか、みんな急遽用意するんですよ、急遽結構前から決まってんの、はいはい、なくなるらしいですよ、やっぱすごいです、フォーゼやっぱすごいですね、フォーゼ町田のドンキって言ったら前結構広いですよね、広いですよ、分かんないですけど、はい、レッドパーティーすごいな、女子から男子っていうのもね、そうね、うん、えあのバレンタインね、あね、うん、そうそうそう、うん、日本っぽいよね、はい、ホワイトデーの方が俺はもう意味わかんないですかね、正直。クッキー屋が焼き餅焼いたんですよ、ね。何を返せばいいのって。クッキーでしょ。いや、俺のイメージは飴なんですよ。飴？飴とか。なんかお菓子なんでしょ、あれ。わかんないですけど。お菓子を返す？お菓子を
返せばいいんじゃないですか。わかんないですけど。だからチョコレートを2月にもらって、いや、もう曖昧じゃないですか。このあ、もういきなり曖昧。3月じゃあ何返すのが。もうあれなんですよね。だから定着しなかったですね。定着してないですよね。ホワイトデー。ホワイトデー。負けたっすね。はい、はい。負けてます、ね。負けたっすね。ただ、はっきりしてないですもんね。クリスマスもそうでしょ。あの、クリスマス自体はありますけど、はい、サンタさんなんかはもうあれでしょ。え、あれ、コカ・コーラですよね。そうなんですか。コカ・コーラのキャラクターですね。そうなんですか。はい。え、だから赤と白なんですよ。おコカ・コーラの、はい、あの、クリスマス専用ボトルについたはず、キャラクターがサンタクロースです。え、で、あれがもう世間のサンタのイメージになってる。それでニュージーランドにいるみたいな雰囲気出してきて、なんか本当のサンタがいるみたいなこと言ってますけど、あの、コカ・コーラが何年か、何十年か前に、はい、あの、キャラクターで出したのがサンタさんですね。マジっすか？はいはい。わー、もう世の中怖いっすね。そういうことだ。それが正義になって、もうそれが正義ですよ。もうそうですよ、そうです。サンタさんっつったらあれがいないもんな。あのイメージしかないでしょ、うん、サンタクロースって名前自体多分コカ・コーラが作ってるんじゃないですか。マジっすか。わかんないです、わかんないですけど。確かにクリスマスってキリストの誕生日ですもんね。大丈夫でしょ、うん、そっか。で、その次の日の朝にサンタさんがやってきてプレゼント置いていくっていうのは誰が作ったんですか。コカ・コーラです。マジっすか。コカ・コーラです。売りたかったんですかね。そうですそこまでしてコーラをコカ・コーラは以前いや色が決まってなかったんだ、あ、そうなんだ。え、色決まってないってこと、青とかもあったってことですか。え、マシュマロはごめんなさいって意味なの。謝るときはマシュマロ持っていくのみんな。違う、だからバレンタインデーで、ああ、3月にチョコレートお返しでするときにチョコレートもらって、うん、マシュマロ返すってことはごめんなさいなんですね、うん、にしてはちょっと柔らかい。もらい柔らかいっすね柔らかいっす。なんか 塩辛とかでいいんじゃないですか。そうっすね、なんかしょっぱい思い出にしてほしいっすよね。なんかそのあれっすね、包み込んでる感じしますよ ね、マシュマロで返すっていうのはふわっとさせたっすね、うん、とりあえずマシュマロ返しとけ。で、キャンディーのイメージですよね。あれ、マシュマロのイメージ。マシュマロって売ってる。マシュマロってピンポイントで。マシュマロってどこで売ってるの。おかしな町岡でしか見たことない。町岡は売ってる、はい、カルディか。カルディ。その2つでしか見たことないですよ、俺、マシュマロなんて。マシュマロなんて買えないですよ。はあ、買えないですよ。マシュマロってコンビニに置いてないですよね。いや、ないっす、ないっす、ね、はい。マシュマロ買いに行こうってなんないですもんね。スーパーにあります、だって。本当ですか。でも、その、言ったら、その、みんなが売ってるとこ分かんない、その、マシュマロを、みんな同じとこでマシュマロ買うじゃないですか。はいはい。それを渡すってことでしょ、3月に。はい、あれが来んだなって、もうみんな分かってるわけですよね、その女の子は。え、何が。そのみんな、マシュマロここでしか買えないんだったら、みんなそこで買うんで、そのスーパーで。え、あのマシュマロが私のとこに来る。お前の世界すげえ狭くね。スーパー超近くない。ああ、いろんなスーパーの話ですか。そうそうそう。そんな一個だけじゃないよ。あ、そっか。あそこにあるマシュマロが私のところに3月の14日に来るんだな。北斗の県みたいですね。え？北斗の県もあんな広い世界なのに。うん、みんな子供の頃会ったことあるじゃないですか。全員すごいっすね。なんなら兄弟だよ。すげえ狭い話じゃないですか。兄弟弟子でしたみたいな、うん、すごい狭い、うん、狭いとこの話っすね。あんな危ねえやつらが、うん、いるんだけど、うん、それぞれ名を馳せて、うん、あ、来たっすね、白いの来たっすね、うん、チョコをマシュマロで包んだチョコマシュ、え、ホワイトデーの始まりはチョコで、で、だからその2月のチョコレートを3月にマシュマロで包みますということなんですかね、これ。いや、業務用のマシュマロはダメでしょ。プレゼントにならない。業務用じゃん。あなたから買った思い、チョコに私の思い、マシュマロを包んで、あー、なるほど。ほんとかよ、りょうさん。だからでも、振る、なんかすげえおしゃれに言ってない？なんか。いや、そうですよね。だって、振る方でごめんなさいって言ってましたよ、さっき。あ、そう。包み込んだ上で。もうチョコをもらわなきゃいいじゃんね、うん、っていうのが始まり。ああ、そうなんだ。いや、不思議ですよね、ほんと。だからその3月3日ひな祭りで、うん、5月5日が子供の日みたいな、まあ、男の子として4月4日あれですか、4月4日がおかまの日みたいなこと言うじゃないですか、はいはいはい、もう勝手に言ってますよね。まあいいんじゃない。そんなの、そういうことですよね。
11月だから肉の日はいいじゃないですか、29日でなんかわかるじゃないですか、はいはいはい、11月11日ポッキーの日はちょっとあれですよ、ね、やりすぎですよね。111ああそうですね、なんかこう何でも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 箸でもいいし、1月1日だっていいじゃないですか。そうっすよね、1月11日でもいいし、ポッキーって4本あるもんじゃないですかね。そうでしょ、はい、もう2本のものでもいい、だから言いがかりですよ、言いがかりですね。いや面白いな、でもそういう一回コマーシャルに行きましょうか、準備できそうなんで、はいはいはい、じゃあ一回コマーシャルいきます、すいません、はい、お願いします。シーク池袋月刊満足、吉原五反田うぐいす谷月刊満足、新橋上野錦糸町月刊満足、横浜川崎千葉埼玉月刊満足、安心安全気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売。お求めはお近くの書店コンビニで。お返しなんて業務だよ。ありがとうございます。谷本太陽来たっすね。はい、うん。Q さんがいました。本物ですかね、あれ。ああ、そっか。偽物もいるんですね。偽物もいますから。かっこ本物って書いてますもんね、Q さん。本物は。それじゃバレンタインデーなんで、はいはいはい、女子がいないとやっぱり、ね、女子がそうですね、はいはいはい、今日はなんとあのフォーゼから、マジっすか、はい、とうとう来ましたか、はい、あのフォーゼから、あのフォーゼからあのヒカルンが、あのヒカルンがとうとうはい来ますんで、さあどうぞ。はい、こんばんは。あなたのハートを狙い撃ち、ワンワン、フォーゼの全力ファイトボーイス、ヒーターだよ。はい、こんばんは。こんばんは。ちょっと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 、バレンタインじゃないですか。あいつは、ね、倒れるとこ歩いたでしょ。あのだから狙い撃ち、狙い撃ち、変えてきたでしょ。狙い撃ち、バキューン、あーでしょ。今日やっぱり、いや覚えててくれてもっとありがとう、うん。俺変わったと思って。俺もなんか、俺もやるよ。どっちってやろうと思ったら。助ける方かな、助けない方かなって考えてたら。はいはいはい、はい。そっち、なんか変えるじゃん。そうなんですよ。ちょっと今日バレンタインなちょっと浮き上がっちゃって、ちょっとアドリブ出ちゃいましたけれども、はい、アドリブだった、アドリブ出ちゃった、はい、あれアドリブだったね、はい、よろしくお願いします。ワンちゃんでね、あすごい可愛い帽子ですね、はい、ダルメシア、ね、101匹ワンちゃんの、はい、そう、おそろい、はい、やばい、はい、敵さんとおそろい、狙い撃ち、バキューン、はいはいはい、今日バレンタインということで来ちゃいましたよ、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。谷本太陽初光るんだ。あ、ちょっと質問あるんですけど、はい、関さんとルーさんは、うん、今年はバレンタイン誰かもうもらったんですか。あ、もらいましたね。いや、もらってないんですよ、もらってないんですよ。私が最初の女になっちゃうわけ。わー、え、いいんですか。いいですか、あるんですか。ちょっと持ってきちゃいました。マジで、あの藤本美咲ちゃんとね、うん、なぜこの帽子かぶってるかっていうと、うん、藤本美咲ちゃん方での、はいはい、と一緒に、はい、うん、美咲ちゃんと一緒にディズニーシーに2人で女子デートを行ってきたんです、はいはいはい、ちょっと藤本美咲ちゃんからも預かり物があるので、マジで、はい、渡したいと思うんですけれども、はい、なんかちょっと量がすごいんだけど、はい、まず、うん、まあ光るんが最初がいいから、ちょっと袋触れないでもらっていいですか。うん、袋は触れない。分かった。花正の袋で。はい、じゃあヒカルンから木曜日よりの司書さんに、じゃじゃーん。あら。え、何これ。クマ。クマ。わ、すごいすごい。でも顔が変になっちゃったの。メガネパチンコ玉？そう。木曜日。そう。あ、すごいすごいすごい。手作りクッキー。え、作ったのそれ。作りました。すごいすごい。マジで？ありがとう。そうそう、なんかしかもダイエット、あの糖質制限してるから、はい、してるからオートミールで作りました。オートミールでね、あの噂のね、顔がね、めちゃくちゃになっちゃったんですけど、うん、わー、すごいすごい、はい、これ食べてください。ありがとうございます、いただきます、いただきます、わー、嬉しい、僕らの人さんに私からということで、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。俺は糖質使ってないのは嬉しいよ。あとは藤本美咲ちゃんから、まあ、みんなにね、うん、みんなにということで、私もまあみんなになんですけど、うん、世界のどれかな、これかな、うん、これとこれですね。これ多分糖質制限のところですね、これも。え、糖質制限のところって何？あの糖質制限で有名なブランド。スタッフが全員糖質制限してるの。マジっすか、はい、売ってるのはチョコなんです。信用できますよね。これ食べても。でも売ってるの普通のチョコですよ。みんなはでも頑張ってる。みんなやってみんな頑張ってるんですね。じゃあ信用できます。食べても太らない。
ないチョコになってま す, ですか。ということで栗、うん、栗王さん食べても太んないことないでしょ。え、食べても本当に太らない。本当に糖質はどのくらい入ってるのそれ。チョコレート菓子って書いてるよ。あ、でもチョコレートは大丈夫だからね、食べても変な話。なんてなんて、うん、あ、でも結構入っあ、でも炭水化物でしょ。あ、炭水化物。あ、これでも食物。光るお酒はエコール国飲むでしょ。そうですね、今日は姫様お願いします。そう、炭水化物。今日この後ね、あのレコーディングがあるので、うん、え、そうちょっとね、このね、素敵な美声を保たなきゃいけないので、うん、光る光る何歌うの。そうです、そうです。何の歌うの。ちょっとそれお楽しみですね。またあなたのハートを狙い撃ち。狙い撃ちということで、どんな歌歌うの。みんなにね、あの藤本みーたんからありがとうございます。え、すごい、はい、え、これこれそう、これもですね、多分。え、めっちゃうまそうなんですけど。美味しそうですよね。食ってみな、食ってみな。え、食べていいですかこれ。いい、食う、食う。え、超うまそうじゃないこれ。え、開けていいこれ。あ、みんなで、みんな、みんなで食べますんじゃん。試食。いや、これ絶対美味しいですよ、これ。あ、美味しそう。このくるみ、なんていうんですかこれ。どう、糖質制限で、はい、されてるチョコで美味しいわけないじゃないですか。いやいや、だって絶対美味しいですよ。絶対美味しいわけないじゃん。まあでもまあまあ入ってましたけど、はい、ね、これあの糖質。いただきます。これもう絶対こういうなんか糖質制限でしょ。なっていうんですか、はい、これ砂糖は入ってないでしょ。まあまあまあ、そんなチョコがね、美味しいわけない。美味しいわけない。まずまずまず。じゃあちょっと食べてみてください。うんー、まあこれこれはうまい。全然、これはうまい。全然チョコじゃん。うん、よかった、よかった。あ、うまい。え、気になりますね。何これ、うまっ。でも、クリオーの本当にね、糖質制限のお店なんですよね。あ、そうなんすか。クリオーね。めっちゃおいしいよ。クリオーこれ超おいしい、マジで。おいしい。イコールクリオーの。みーたん見てるかな、みーたん見てる。おいしいです、ありがとうございます。はい。めっちゃ、姫めっちゃチョコじゃない、うん、めっちゃチョコだよね。おいしいものは。糖と油でできている。そうですね、そうですね。フォーゼ、フォーですね。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 そうなんですよ。ディズニーランド行ってきました。いいですね、ディズニー。これは何これ？C でしょ ？C。C ですね、うん。本当に糖質ないの？これ美味しいじゃん。いや、パクパクいっちゃう。これ一生食べたら一生太んないってことで。え、ちょっと待って、ちょっと待って。うん、私のも食べてよ。食べなくていいの？いいのこれさ、結構無残な姿ですよ。どう食べていいかがちょっと。え、じゃ耳。ちぎって食べてみてください。いい？はい。ちょっと頑張って作ったんですよ。うん、すごい楽しかったです。これは？これも多分みなんからなんかパパさんとか姫ちゃんとか多分斉藤さんとかも、はいはいはい、はい、みんなで。これうまっ。このチョコ、クリオーロ板橋区のね、向原にある結構有名みたいです。お、全然板橋区なんですね。ひーたんのくまちゃんにしました。私のを食べる。100匹ワンちゃんの帽子ね。偶然なんですけど、僕も今週末ディズニーシーに行くんですよ。お、娘の誕生日で。これも食っちゃっていいですか。あ、食べて、食べてください。ちぎってく、それとも。いや、もうガブッといっちゃってくださいじゃあ、はい。え、ドキドキする。どうかな。あ、そこ行きます。お、硬そうですね、なんかちょっと硬そうな音が。硬いですか。いやね、美味しいよ。本当ですか。よかった。だけど、うん、糖質制限だね。ああ、ちょっといいですか。ちょっと 耳の方じゃ。太らないクッキーと太らないチョコレート。はい。あ、チョコもこれ乗ってる。はい。あ、そうです。うん、よろしく。今日よろしく。お願いします。みんな乾杯。みんな乾杯。美味しい。うん。お、姫。うん、あ、うん、耳の味がする。おいしい、おいしい。喉乾く。あ酒飲む、酒飲む、酒飲む。おいしい。よかったね。うん、このチョコの部分が気になって、はい、下からやっつけたかったんだけど、はい、思ったより硬くて。はい。そうっすね、この。あ、結構。あ、でもおいしい、これ。あ、え、これ糖質制限なの。なんかクルミみたいなの入ってない、ね、これラカントっていう砂糖を使ってるので太らなくて、うん、このクルミっぽいのはオートミールですね。こうやって食った方がいいや。ラカントってゼロのやつでしょ。あの糖質ゼロみたいな、ね、糖質ゼロのやつとスーパーで売ってるよね、はい、耳が取れたんでなんか、うん、ドラえもんみたいな。ありがとう姫。すごいな。よかったね、お待たせたんね。あ、すごい。背景もチョコレートになってますね。そうなんですよ、今日は。
めっちゃ喉乾くじゃんこれ。可愛くないですか。喉パッサパサなんですよ。これもまたこれ美味しいの。美味しいですね、チョコレート。なんかさ、ダイエットってそれぞれあるじゃないですか。はい、サラダ抜くとかさ、運動するとかさ。はいはいはい。なんかダイエットプロテイン飲むとかさ。はいはい。あの、その俺が知ってるなんかクッキーを食べるみたいな。ん？え？なんすよ。おからクッキーですか。あ、そうそうそう。あ、はいはい、なんかそのカロリーが全然ないんだけど。グーピタみたいな。お腹が膨れるっていう。はい、まあ、それいろいろあるけど、はい、人ってさ、はい、一種類のものだけ食べたらさ、はい、具合悪くなるよね。なりますよ。あ、絶対体に良くない。虫じゃないんだから。体に良くないし、はい、ね、虫はの葉っぱだけ食ったらいいけど、はい、人はさ、はい、いろんなものいろんな栄養がないとさ、はい、なんかダメじゃん。そうですね。多分、はい、野菜もいるだろうし、そうそうそう、肉もいるし、米もいるし、はい、だから無理ですよねダイエットなんて。いや、そういうことない。その中でも、だから太らないものを選んで、そうですね。ってことだもんね。はい。まあ、だって油とかも必要らしいですよ。油は大事。ある程度。油は大事ですね。なんか油って太るイメージありますけど。はい。でも炭水化物は直結で脳に行くからいい栄養源なだけで。うん。虫のことは差別してるよ。嫌いなもの嫌い。僕、そういえばこの前、うん、あの、初めて、ダイオウグソクムシ食べたんですよ。は？何ですか？あ、ダイオウじゃない、オオグソクムシ。知ってます？切るところ間違えると、うん、え？切る場所間違えると、うん、クソムシですね。ああ、まあでもそうですね、クソムシみたいな、うん、あの深海魚なんですけど。フェイスブックで見た。あ、見ました。米沢でしょ。あ、そうそうそう、米沢サーカス。もうあれずっと僕食べたくて、うん、虫を、あのそのオオグソクムシっていうやつが、俺も全然無理。見た目がオウム、オウムみたいな。お店で料理として出してくれてる。でっかいダンゴムシみたいなやつ。で、あの深海のやつでなんか、まあなんか白いやつで、もうめちゃめちゃ気持ち悪いんですけど、なんで僕は食べたかったかっていうと、あの大阪の方で水族館で飼ってたそのダイオウ、それのもっと大きい種類のダイオウグソクムシってやつが、もう5年ぐらい絶食してたんですよ、ずっと。で、何にも食べないのに、ずっと生きてて、もう、あ、全然食わねえなって言ってたら、とうとう、まあ、6年目ぐらいに死んだんですけど、餓死じゃなかったんですよ。もう6年何も食べないのに。で、と思って、でその研究者みたいな人が、なんだこれっつって調べたら、老衰、いや何で死んだのか分かんないですけど、調べたら胃の中になんか変な液体がバーって詰まってたらしくて、その液体が、あの栄養素を自ら作り出すという、体内で。へ、だからもう永久期間みたいなものが、うん、多分その出来上がる。深海魚で餌少ないから、うん、自分で餌をここで作り出すんだ、はい、栄養分を。多分その液体はそういうことだったんだろうってことになって、うんうん、そんなん聞いたらちょっと食べてみたいじゃん。もうグロいじゃん。いや、そいつだけかもしれないですよ。そのそいつ、まあ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 、その個体だけの話かもしれないですけど、まあ、だってそれと人でもこんなに違うんだもんね。はい、あ、そうそう。同じ人なのに、こんなに違うわけだもんね。はい、でもその10人といろ、ね、うん、その話を聞いてから、その永久期間みたいなやつ、それ食ったら超元気になりそうと思って。永久期間欲しい、はい、味どうだったんですか。味はね、なんかね、もうベロベロでいっちゃったからね。多分ベロベロじゃないと食えないですよ、食えない、ね、あんなの。めちゃめちゃ黒いっすからね。姫、お酒ください。そしてクイズしましょう、姫。深海差別。ルクン、ルクン、はい、グラス。あ、すいません、うん、ありがとうございます。カニとかエビみたいな味。あ、そう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 、カニみ、なんかね、そんな感じだったっすね。甲殻類の味は。なんでみんなそんな知ってんの。本当ですよね。みんな他の寮さんとかもさ、すげえ知ってない。博士だ、いろんなこと知ってるよね。姫も昨日ディズニー行ったんですか。C ですか。あ、一緒だ。持ってんの、同じの持ってんの。え、みんな。あ、みんなやつ。ああ。あ、垂れてる方の。これも垂れてるじゃん。これはね、まあ。で、それさ、はい、こういうのディズニーランドとかシーの中ではさ、被ってる人見るんだけどさ、はい、これはもう普段から被ろうと思って。モヒーカーはもう電車でもずっと。さ、あのシー内ではいるじゃん、そのミッキーの耳つけてる人みたいな。はい、ああ、でもまあそのテンションの帽子だよね、でもこれは。でもヒーターを普段で使おうかなと思って。はい、買っても。あ、修復。かわいいなと思って。すごいあれだよね。まあ、かわいいんだよ。かわいいんだけど。悪くない、悪くない。うん、かわいいんだけど。そう。やっぱダルメシアン柄が流行ってるので。流行ってんだ、今。はい。ダルメシアン。
ダルメ、あの、ヒョウ柄とか。101匹やワンちゃんですよね。はい、アニマル柄がね、流行ってるので、ちょっと乗ってみたい。はいはい。乗ってみました。かわいい、確かに。ダルメシアン、うん、はい、ダルメシアンですよ、101匹ワンちゃん。何がネットで話題になってたんだろう。だ、虫だよ、虫。ああ、オオグソクムシの話。あ、そうそう、オオグソクムシのね、あれですよね。液体の話ですよね。え、今日はじゃあどこか出かけたんですか、ズー、うん、さんと。居酒屋、居酒屋行ってた。あ、ひめちゃんのお店ですか。え、ひめちゃんの店。あ、違う違う、それは先週でしょ。あー、先週先週、なるほど。いや、その僕いつも9時ぐらいに池袋に着くんで、はいはいはい、そこから11時の放送までいつも時間があるんで、はい、1時間ちょい余るんだよね。あー、で、そうですよね。なんか、まあせっかくだからちょっと、はい、行ったことない店に行こうっていうコンセプトで何週かちょっと動いてたんですけど、新規開拓ですね、また、うん、そうなんです、はい、今日はじゃあどっちで、いや今日も関さんに、はい、あ、何やってますって言って、で、じゃあ俺も会社いたから、はい、ここにここにいたから、はい、じゃあ一緒に行こうかっつって近所の居酒屋行ったんだけど、はい、美味しかったな、美味しかったですね、はい、え、どんな感じの居酒屋だったんですか。どんなとか焼き鳥とかだけど、まあそんなね、毎回毎回面白い感じの店にはやっぱ行けないですね、あれ行けないそんなに見つか、そんなに見つかんないですね。で、あ、結構面白いというよりはまあ普通に、美味しかった、普通にうまかった。どうなんですか、やっぱ大和なでしこを超える店はありそうですか。大和、あれはすごいよ、大和なでしこは一番でしょ、姫いるもんこの辺で、うん、池袋ナンバーワン。そうですね、やっぱり。じゃあちょっと喋る姫がいるからね、うん、喋らないです。踊る姫が姫の踊りキレキレなんだ。そうですね、キレてんのな、あれキレてたよね。あ、曲数がまた多いっていう、うん、選ぶやつ、ね、レパートリーが喋、うん、る姫いや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 、すごいっすよね。でもああいうそう、ショーケース、ショーみたいなショーケースですね、のが面白いっすよね、あれ、あれ言ったらお客さん一人がショーやります、やってくださいって言ったら全員それに構えてこう見るってことですか。そうですね、はい。あ、もうみんなラッキーですね、誰かが言い出したら。そうですね、いくらか払うじゃないですか、うん、そのなんかショーを 見させてくださいみたいな、うん、それでだからあれですよ、はい、みんなが見れるんですよ。いや、すごいですね、うん、見たくなっちゃいますもん、見たくなっちゃう。あれ見た方がいいよ、はい、あれ見た方がいい、見たくなっちゃう。あれまあ変なし、ずーっとこうみんながやってくれやってくれってやってたから踊り続けるんですかね、姫は。ずーっと踊るんじゃないもう絶え間なく、絶え間なくこう20曲踊ったことある。20曲踊ったマジで死ぬぜ20曲。あの動き絶え間なく行かれたらあの動き20曲やったら死ぬぜ、ね、すごかったしかも息切れしないんですよね。いや、すごいすごい、本当に、ね、はい、20曲踊ったのすごい、1日で。すげえ。ツイキャスで喋る姫一回だけ見たことあるんですよ。なんだろう。ありがとうございます。ツイキャスやってんのかな、姫。え、かわいいスピン。これか。あ、本当一緒じゃん。これが柄がディズニーの。うん。見えない。あ、見えるかな。うん。あそこにか。うん、あのカメラに。かわいい。ああ、かわいい。喋らないのかなって。ディズニーでも。そうですね。でももうミッキーみたいなもんですよね。あ、ミッキー喋るか。喋る。喋、うん、りますよね。ミッキー選手権します。うわあ。なんですか、ミッキー選手権って。はい、僕ミッキーだよ。ははは。え？何？今やった？そんな勇気今やった？そんな勇気今やった？やりました。うん、私アンパンマンならできるんですよね。ボン？ルイの。ボン？僕、こんにちは、僕ミッキーだよ。こんにちは、母。母って何よ。母って言わないよ。言う、母って何よ。言う、母って言う。夢の国へようこそ、母みたいな。いや、それ言わない、母って何。母って言わないよ。そんななんか、あの誘い笑いみたいなことしないよ。言う、言う、言う、ミッキー本当になんか、うん、ちょっとなんか、伺いながら、母誘い笑い来る？笑わせようとしてくる。ミッキーが。ミッキーが。そんなことしなくてもみんな笑ってるでしょうよ。夢の国へようこそ。ああ、そう。今の今の。いやいやいや。最後、最後なんつったっけ？は？そう、それは、それは、それはおかしいね。それはね。は？みんな笑ってよ、みたいな。ミッキーのモノマネ定番ですね。いや、ちょっとアンパンマンやってみなよ。自信あるでしょ、自信あるでしょ。チーズですね、アンパンマンのチーズ。全然アンパンマンじゃねえけど。犬の方。犬だけど。犬の方。はい。
あ、似てるか。似てるか。似てるけど、なんか。キーも合ってる。似てるけど。キーも合ってますね。キーも合ってる。あ、わかんないな。全然わかんない。全然わかんない。タラちゃんでしょ。イクラちゃん？ちょっとタラちゃん。イクラちゃんだ。イクラちゃん、今タンカランツなの。タンカランツなの。うん。そうイクラちゃんはタラちゃんでしゅって言うけ。言うか。え？バブー。バブーしか言わないよね。そう、バブーしか言わない。どっちがタラちゃんだ。今のがタラちゃん？タラちゃんはタラちゃんです。あ、そうだ、タラちゃんです。タラちゃんタンカランだな。タラちゃんでしゅ。ちょっとタラちゃんタンカランでるじゃん。バブー。インフルエンザ流行ってますからね。タン絡むっけそんなに。そうっすね。ちゃんやらない方が良かったよ。何ちゃん？タラちゃん、イクラちゃん。あ、タラちゃん。イクラちゃんがね、あれね。姫来ないっすね。あ、そういう。もう OK ですか？ OK ですか？じゃあ行きましょう。あ、そうか、もう行きましょう、行きましょう。独断クイズ、正解は姫だ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そう、最初はね、正解は俺だって僕がやってたんですよね。はい。もうでも姫の動きの方が可愛いから、そっちの方がいいやと思って。正解は姫だ。どっちかに言ってください。そうそうそう。あれ？ん？え？え？姫から？もうチョコパーティーじゃん、今日。うわぁ、嬉しい。嬉しい。嬉しい。すげえ。シールが貼ってある。はい。女王陛下のお気に入り。え？どういうことですか？わかんない。どこの女王の話ですか？エリザベスでしょ。え？女王って。女王、そうなんですか？うん、女王ってなんかいっぱいいそうな。やべ、やびっちゃいそう。え、すごい。映画の宣伝ね、これ。2月15日スタート、スタート。スタートね、そういう映画があるんですね。いや、嬉しいですね。なんだこれ？なんか、おからみたいなの入ってる。今年、何年かぶりに、バレンタインで楽しんでるの。何それ、おからみたいな。また糖質ですか。え、おいしそう。スコーン、ベーカリー、ベーカリーですね。パン、おいしそう。あ、紅茶味だって。ちょっといい。あ、めっちゃ行っちゃっていい。あ、いいじゃないですか。紅茶、うん、大好きじゃないですか、紅茶。関さんインフルエンザにいいんだよね。あ、そうそうそう、紅茶ね。そうですよね、紅茶大好き、うん、コーヒーの方が好きですよ。そうですか。いいですか、一個いっちゃっていいですか。あ、なんだこれ、うん、すっげえ砂糖ついてるよ、俺。もうですか、ちょっとじゃあ。うま食えないよ。いいですか。うま食えない。いやいや、砂糖めっちゃついてるもん。もう、大丈夫、姫も。もう忘れ、今日はバレンタインデーなんで。え、これうまそう。いい、いただきます。いただきます。いただきます。すごい。いただきます。柔らか。うん、まい。思ったより柔らかい。え、うん、すごいこれ。うまいっすよ、これ。うまこれ。なんか美味しい。今日なんかずっと初めて食べるものばっかだよ。なんか私までもらっちゃって、姫ありがとう。初めて食べる。初めて食べれますね、この味。なんだろうこれ。クッキーみたいなラスクかと思いきや、うん、クッキーなんですね。有名なお店なのかな、これ。お店有名な。女王陛下のお気に入り。甘い。めちゃめちゃ美味しいね。これなんて。うまこれ。だ、デマ、デメラ、は？読めないこれ。ディメラレベーカリーみたいな感じですかね。いや、美味しい。ありがとうございます。うん、デメララ。デメララベーカリー。うん、ミッキーじゃないっす。これ酒進めな、俺。これはカサカサしてっから。はい、あれ、姫クイズ行こう、姫クイズ行こう。あ、そうですね。今日ショールームね、独占初めてですから。はい。あれ？正解した方に？あら、姫から。正解した方には、姫から、チョコですか？これ同じやつですか？違うやつ、別のやつ、別のやつ。チョコレート関係、バレンタインデープレゼントを差し上げます。わー、テンション上がる。はい。初めて見る方もいるかもしれないんで、一応説明しておきます。姫が、無言でジェスチャーします、はい。ジェスチャーで何を言ってるかっていうのをコメントで当ててください。お願いします。お願いします。お願いします。当たった方にはなんと姫から、はい、バレンタインデーのバレンタインを、プレゼントします。します。欲しい。当たったらなんか住所送ってくれれば。番組宛てに住所を送っていただいて、 そうですね、そこに郵送させていただきます、はい、プロフィールとかなんか書いてあるんですね。そうです、はい、やりますんで、はい、もしくは
ツイッターかなんかで。ツイッターの公式アカウントがあるんで、はいはい、そこにダイレクトメールで、はいはい、ください、はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。よし、当てましょう。今日はりょうさん当てましょう。りょうさん当てましょう。重ねましょう、りょうさん。姫からのチョコレートっつったらもう、はい、負けられないですよね、ちーちゃん。今日は負けられない。それは負けらんないわ。さあ行きましょう。よーい、はい、スタート。歩いて歩いて止まってポン、その四個のやつでしょそれ。あのわびっくり、バレンタインデー待ち合わせ、どんどんやっていいですよ、うん、当たった時だけ、当たった時だけ当たりって言ってくれ。メイドさん、え、行くぞ。おお。ギリギリの姫。走りょうさん当てる気ないな。デート。ヒカルン。デート。走って走って急いでるのかな。ミッキー。急いでるな。ディズニー。うんうん。え？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。黒柳徹子。黒柳徹子や。雨どうぞ、雨どうぞ。マダムのお茶会、うん、あー分かった、え、俺分かっちゃったぞ、え、本当ですか、アイドル、ディズニー、お菓子作るぞ、おう、ウェイトレス、いらっしゃいませ、え、バイバイ、なんか出してる、なんか出してるね、誕生日会、ん、誕生日会、違う、レストラン、ヤーマン、ヤーマン、ヤーマンじゃん、ヤーマン関係じゃん、拳で光、もうちょっとこっち来た、え、分かんない、ここへ広く広く使って、ここへここへ、メイド、地下ライブ、地下ライブ、ミッキーみたいなことしてた今、ご注文は何しますか、はい、どうぞどうぞどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞ、ウィートレスじゃん、どうぞ、ヤーマン、ヤーマン違う、ヤーマン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 近い、ヤーマン近い、近くない、近くない、パーティー、パーティー、はい、ここ、ここ、どこ、ここにとこ、ここと、ここを、シャンパン、ヤマトナデシコ、わわわ、お祝いごと、お酒、難しいな、難しいの今日、うん、走って走って、あー間に合った、間に合った、間に合った、おっとやってる、やってる、あー分かってきちゃった、ごめんね、あー分かった、分かった、俺ちょっと分かってきちゃったな、うん、分かってきちゃったぞ、やってる、うん、木曜日よりの使者、うん、惜しい、惜しいよ、もうすぐ関連するということですね、これに、木曜日よりの使者に関連するワード、ああ分かった、お、今日の姫、分かった、分かった、うんうん、耳に、あ、え、下、ここ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 、スタジオシグナル、ここここ当たり、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 これは難しい、あ、姫がこうやって渡して お酒を出してる、出してるんだ、この場所のことか、谷間太陽さん、Q さん、あ、りょうさんが先ですね、うん、あ、ほんとだ、あ、りょうさんが先ですね、りょうさん先だ、りょうさんおめでとうございます、よくわかったな、スタジオシグナル、もう一個ありますよね、もう一個ありますよね、これは難しいよね、これ難しかったな、これあのジェスチャーする方も難しいよね、スタジオシグナルだと初めて見た人がわかんないですね、そうですね、うん、はい、確かに、じゃあ大和なでしこの取りいきます、はい、おめでとうございます、りょうさんおめでとうございます、Qさんぐぬぬーって言ってる、レオ難しい、レオさん、はい、行きましょう、じゃあ、はい、第2問スタート、はい、パンチパンチ、カメハメハ、うっすうっすうっす、よっ、切って切って、えい、うん、パンチ、うーん、パンチ、うーん、あんじゃなかった、ザクザク
お、膝蹴り、膝蹴り入った、膝蹴り入った。キック、キック。あれ？あ、でももう完全にそっち系だな。孫悟空、ゲーム。あ、超。あ、超。気候法じゃないの、気候法だ、うんうん。あ、天津飯。天津飯。う、はぁ、あ。アンパンマン。何やろう。パ、キッ。ドラゴンボール。キル。切ってる、ね。キル。キル。ゾロ？よー。パンチ。あれ？パンチ、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 パンチ。俺分かってきたぞ、俺分かってきたぞ。え、本当っすか？うん。パンチパンチパンチ当てちゃう、当てちゃうからダメだ。そう、押しそれっぽいこと言っちゃうと当たっちゃう時あるんですよね、たまに当たっちゃう時ある、俺分かったよ、多分。ミコ、ミコ格闘技、パンチしてパンチして天下一武道会、切ってる切ってる。ゲーム系なのかな。ジャッキーチェーン、惜しい。映画、うん、映画の方、映画の方が近い。ゲームカンフー、うん、三国無双じゃないですか、うん、あれちゃ、当てちゃった？ちくしょう。なんか読んでるぞ、あ、なんか、なんか読んでるぞ。え、なんだろう、小説なんだ、本なんだ、本か、漫画か、漫画かなんか、ね、漫画できてんだ。あ、漫画だ。刀なんかもう何個しかないじゃないですか、はあ、有名な漫画なんて、はあはあ、来た、スマブラとかゲームですね。来た、漫画本ですよ、漫画本、うん、漫画切ってゼンマイ、ゼンマイ。もうちょっと、うん、もうちょっと違うのにしましょう。三国志、戦国時代、うん、パンチ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 、三国志、やっぱパンチが、パンチが一番ヒントっぽいですね、なんかどうやら。はいはいはい、ナルト、セントセイヤ、刀剣乱舞、もうちょっと上、ゲージが、ゲージが上がったんじゃ、もっと上がる、もっとゲージが、ドゥッ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 ドゥーン、なんか配ってるぞ、うん、お、あ、わかったな、俺わかったな、うん、配る、それあれでしょう、ひそかでしょ、それ。え？ひす、バンジーガムですか？うん。バンジーガム？今の。今だってトランプ持ってたよ、今。あ、そういうこと？カメハメ。いやいや、カメハメハですよ。明日のジョー、北斗の拳、キックボクシング、ナルト、違いますね。ストリートファイター2、丸い、ドラゴンボール。パンチパンチ。パンチ。大きい、大きく、もっと大きく、もっと、あの、作品の名前ではなくね、なるほどな、作品の名前ではなく、もうちょっと大きな、ボールが大きいんだ、ボールが大きいんだ、多分。ハンター、ハンター。ハンター、ハンター。ね、俺、ハンター、ハンターかと思ってた、はい。ストリートファイター、明日のジョー。ではなく、うん。え、なんだろう、なんだろう。もうちょっと大きく。パチ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 。はっ、はっ。おー、膝蹴りも入ってる。はい、戦ってる。いや全然わかんない。めっちゃ戦ってる。なんだこれ、なんだ。あ、なんか回したぞ今。うん、なんかそれがなんだよ。うん？なんか言ってるけど。丸い。なんかあれドラゴンボールだろ、どう見ても。うん、なんか配ったぞ。漫画。漫画でしょ？漫画。まあ、漫画、漫画わかってるな、はい、漫画わかった。はいはい、漫画。違う。漫画。地球、地球儀。地球。お？お？マガジン？ん？え？進撃の巨人？スタントマン？少年漫画？スタントマン？どれどれ？マガジン？上？違う、上、上に字が来るんだよ。あ、そっかそっか。下にずれてってるってこと？北斗の拳。少年ジャンプ。ジャンプ少年ジャンプ。ジャンプかい、むずい。少年ジャンプ。50周年おめでとうございます。50周年なんですね、ジャンプが。少年ジャンプ50周年なんですね。これはわからんかった。レオさんおめでとうございます。もっと大きな枠でしたね、確かに。あ、なるほどね、大きい枠ね、はい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 、あ、なるほど、少年ジャンプ50周年おめでとうございます。おめでとうございます。50周年か。本日のプレゼントはレオさんと、はい、レオさんにプレゼントさせていただきます。レオさん、レオさんでしょ。え、言った、谷間太陽言った、あら言った、あら、揉めて、揉めてますよ。少年ジャンプ審議、今審議、審議かかってました。審議あります。信玄言ってない、言ってないだ。そこにジャンプがあるかどうかで当選者が変わりますけども、こっちね、うん、更新されてないですよ。あ、なるほど、遅いんですね、なかなか、うん、遅いですよ。コメント上ではどっちもりょうさん、りょうさん、 RYO のりょうさん。あら、ということは2個目も2個目も、えー、
谷間太陽さんの方が見つけられない。違う違う、亮さんが言ってるみたいだね。なるほど。超絶クレーム誰が誰がお前番組側の人間だからお前が一番欲しがってんじゃねえよ。なんだあいつよ。ちょっと待って、誰が言った、亮さんが言ったんですよね。亮さんじゃないよ、亮さんの前に亮さん、亮さん、 RYO の亮さん、審議、レオさん、レオさんですね。あ、ジャンプって言ってるね、はい、あ、なるほど、これはで同時に少年ジャンプって言ってるね、うん、これは審議ですね。え、2個、2個あげる、あら2人にあげる、だって2個しかないじゃん。もう1個予備ある、予備ある、すごい。じゃあもうりょうさんは1個もらえるわけだから、はい、りょうさん、レオさん、レオさん、キュウさん、キュウさん、うん、キュウさんもあげるよ、じゃあもう。何であいつの来るんだよ。そうですね、キュウさんが、キュウはいいだろ、キュウさんが意味わかんないですね。意味は、何であいつのクレーム来るんだよ。の3人で今日は終わらせていただきます、はいはいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。いや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 、盛り上がりますね、やっぱり難しかった。独断クイズ、独断クイズ、正解は決めた、はい、終わります、ありがとうございました、ありがとうございました。え？クソ運営お前がめっちゃ怒ってるじゃないですか。お前が運営だろ、この野郎。めっちゃ怒ってるじゃないですか。お前すげえ怒ってるじゃねえか、あいつ。ジャンプか少年ジャンプかだな。そういや、そういうことですよね。うん、でもまずジャンプっていうのをちょっと 見落としてましたね。こっちがね、はい、なんか録画入らないですね、はい。だからこっちが。こっちの方が早いんですね。こっちが早いですね、はい、つまり。うん、こっちハンターハンターで止まってるもん、ね、みんなよくジャンプって分かったっすね、しかし少年ジャンプってね、はい、この蹴るやつはルローニンケンシン、まあ、そう、ルローニンケンシンと北斗の剣とかだよね、多分ね。そうだね、ルローニンケンシン当たっちゃうなと思って言えなかったあ、俺もその辺はそうかなと思ったんですけど、うん、50周年なんですね、でもすごいね、50年前に始まってる。50年前のジャンプって何やってたんですかね、漫画。ワンピースとかないです。いや、ワンピースはだって俺小学生ぐらいだよ。流れ星、だからこち亀はやってたんじゃないですか。ああ、え、もう一部、第一巻からやってた。50年って人死にますからね。確かに。だから信長が生涯、信長の生涯、人生50年やってるわけですからですよね、はい、え、こち亀ってジャンプからなんですね。こち亀ジャンプですね。いや、もう一巻からやってたんですかね。僕は、はい、僕44歳なんですけど、はい、小学校だから10歳ぐらいですかから、多分、はい、もっと前か、はい、2、3年から始めてますけど、はい、当時やったのは、はい、当時あってもう古かったのは、はい、流れ星銀河とか、あ、もう分かんない、ハイスクール記念組とか、記念組はちょっと新しいかなマジっすか、うん、あ、もうじゃあ全然分かんないですね。僕全盛期だったんですよ、ドラゴンボール、悠々白書とかも、うん、スラムダンクとかも、まあ、全、ね、もうすべて黄金世代みたいな、世代ですね、はい、あれ、あの時は僕の時も結構黄金世代ですよ、筋肉マン、あ、筋肉マンもうやってたんですか、セイントセイヤとか、筋肉マン、セイントセイヤ、こち亀、北斗の拳、ジョジョ、あれ北斗の拳だったんですかね、ファンチは、あれ北斗の拳だったね、あれ100億と100列ですね、なるほどなるほど、シティハンターじゃなくて、シティハンターもやってましたね、一巻見てみたいですね、こっちかめ、ジャンプの一巻、あ、こんな漫画やってたんだみたいな。だって全部の漫画がどれも知らないですよね。そう、全部の漫画が第1話でなわけじゃないですか。はいはいはい、だもう全部面白いじゃないですか。多分。なるほどね、なるほどね。最初一巻取り寄せてみましょう。うん、え、取り寄せられるんですか。ありがとうございます。あれ、なんだろう。シェイプアップランね。シェイプアップラン。え、知らない。シェイプアップランっていう漫画があったんですか。はい、ちょっとエロいんですよ。うん、エロいのなんかちょこちょこ入れてきますよね、ジャンプって。あのブラックエンジェルスね、うん、面白かった、ブラックエンジェルス、うん、僕雪と田園少女の、ね、松田とね、田園少女、ちょっと、はい、だ、僕はだ古いんでちょっと新しい方なんで、まあ、その前、はい、だってあのウィングマンがやってたから、あー、ウィングマン、はいはい、ウィングマンがジャンプでやってたんで僕の時、はいはいはい、ウィングマンってやらしかったんでしたっけ、まあ、ちょいウィングマンってなんかたまにパンツが見えたりノートに書いたら慣れちゃうんですね。そう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 、すごいな。いや、でもちょっと一巻見てみたいな。ジャンプの一巻ってどこで見えるんだろう。りょうさん、キーちゃんだったんだ。すごいプレミアム。ああ、そうなの
すごいプレミア価格ついてそうですよね。一貫ね。でもなんかな頑張ったら見えそうだけどね。なんかオークションとかでありそうですけどね。いやそうやって買ったらあれだからデジタルであるんじゃないの。ありますよね。多分探しちゃ12章大幅に。ああもうそんな時間なんですね、はいはい、カラオケしましょうか一回。あそうですね、エンディングテーマいきましょうか。いきましょうか。はい、お願いします。これチョコの部分にたどり着きたいんだよねこれ。いやそうっすね、その目のとこっすよね。目のこれ目はあれパチンコ玉でしょこれ。はい。どんなもん食わそうとしてる。ダイヤモンドです。そうそうそう。今日もじゃあちょっと一曲出してエンディング、はい、出していただきます。はい。今日はですね、懐かしい、はい、いやみんな懐かしくないですかね。ボーイ。はい。もうあれまあ一番メジャーなところがもう全曲知ってるんですけど、はい、一番メジャーなところも出ました。あのボーイのクラウディハートっていう誰でも知ってる。僕全然知らない。誰でも知ってるけど。本当ですか。ボーイは。ボーイ知ってるけどクラウディハート知らない。クラウディハートは知ってますでしょ。本当ですか。一番有名なんじゃないですか。一番は言い過ぎた。いや耳にかすったこともないな。マジっすか、はい、ボーイって言ったら何ですか。ボーイってマリオネット。あマリオネットじゃん。なぼんなららてらてれれれんてれれれんすよね。マリオネットってもう一回歌ってみて。テレテンテレテテレ。あ、違う、これ違う。これなんだっけ。マリオネットって何ですか。鏡の中のマリオネット。ああ、そうそうそう、それだそうだ、うん。知ってる、それ知ってる。うん、え知らないな。じゃクラウディハートをね、うん有名な。うん、何その歌。何の歌って、俺も分かってないですよ。もう、全部うる覚えですから。じゃあ、ちょっと行きます。行きますやっぱりこのマイクのボリュームがでかいですね、はい、今日は。なんだろうな。あ、まあいいや、任せます。はい、ボーイのナンバーから、もう解散してしまったね、伝説のバンド、はい、ボーイから、クラウディハート、うん。ありがとうございます、ありがとうございます。聞いたことない歌。マジですか。僕はもう光も当然ないよね。そうです。
然初耳でした。そう。世代じゃないですかね、もう僕も。世代じゃなくてもさ、なんか有名な人のさ、何曲かは知ってるじゃないですか。はい、知ってますよ、知ってます。そうか、鏡の中のマリオネとしてます。うん、そうしてます。他は？うん、言われたらわかるかなって。言われたらわかるかな。多分有名なやつが。お前だけを愛してたっていうやつは知ってます。今のメロディーに引っ張られてない。やば、頭の中で。お前だけを愛してた。だあ、そういう歌、そういう歌です、ね。愛してた。あ、そういう。今のやつはね、今の歌はね。はい、あ、今の歌を言ってた。今の歌。それ聞いたことあるって今聞いたんですよ。今聞いた。どんな話それ。何の話なんか頭に浮かんできちゃって。今聞いたやつ砂場の中のマリオネット何やねん砂場の拍手ありがとうございますあ砂漠じゃなくてね砂漠も入ってないですよ砂漠じゃ鏡の中鏡かそっかそっ か, か砂漠じゃなくてねもうツッコミももう意味わかんないじゃあヒカルンのお酒を持ってくるのと同時に、はい、パパさんと姫さんも登場してください、はい、お願いしますうわ今日チョコいっぱいもらったね。いやそうっすね。もうやばいですね。一生分ぐらい食ったっすよチョコ。一生分食ってる。ルーさん普段チョコレートは食べない。チョコレートはそんな食べない。糖質制限だから。はい。あ、糖質制限。なるほど。いやでも美味しかった。え、みさきちさんも買ってくれたの？みーたんも。これがみさきちさんのからでしょこれ。このだからクリオネ。これは私のなんですけど、これですほらクリオネの糖質制限水。本当だ糖質制限と思えない。ヒカルンこれ。1個食べたでしょプレゼントする、うん、プレゼントするチョコ1個食べたでしょ今開けたらバレた今バレたな今バレたなこれはね本当はこれ1個ずつあったつまみ食いしたパパおはようございますおはようございます今日もありがとうございますいや今日ギリギリでしたね今日そうですねバレンタインなんでねバレンタインデーなんでねもらいましたまあああいいのまあもうパパぐらいなパパぐらいのレベルはねもうもらえますよそれはもらえますよあんだけいいでも、はい、まあ女の子扱う業界にいるじゃないですか、はい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 、なのでねこう、まあ、いただけることは幸せなことだと思うんですけど、はい、お返しが大変なんですよね、はい、だからもうそんな悩みいいですねあれですか業務用のマシュマロ業務用のハマサでバサー巻いてやればいいじゃないですかもうあの女の子って難しいじゃないですか、はいはい、こう何あげても喜ぶっていう手じゃないですかまあ、本当に喜ぶものをあげようとするならそれはもう現金です、はい、そういうことです現金なんですが、まあ、それ以外で言うんだったらもう無理です、はいまあ、唯一その喜ばれるもの、まあ、女の子の業界に、ね、喜ばれるもの消耗品なんですけど、まあ、化粧品とか難しいじゃないですか分かんないね化粧品はねいつもちょっとお高めのトリートメントをいただいた子にはお返ししてるんですけどトリートメントですシャンプーではなくトリートメントですそれが高いんですよね、はいはいはい、すごくでそれまあ、1個2個ならまあトリートメントなんかじゃあもうパパぜひこれ褒めてくださいこういう感じです僕ね皆さん羨ましいって思っているようでしたこういう感じです、はい、パパ食べて食べて、はい、ちゃんと愛してあげるのが一番喜ぶよって言ってますよちゃんと愛してって言ってますよその愛がね、はい、この従業員に対する愛ってもうお金でしか表せないわけじゃないですか、うん、また確かにこの立場上ね、はいはい、っていうことですもうそれが全てでございます、うん、はいはい、で今日は何も羨ましいことはございません、はい、で今日は、はい、その戒めに何を飲むんですか今日は戒めに姫からのバレンタインでクソまずそうなゴリカクを持ってきましたオリジナルカクテル姫ちゃんのオリジナルカクテルわすごい色してるそれ豆乳じゃないですか、うん、豆乳なんじゃないかなすごい色してるよだっていちごミルクっぽいです、ね、なんか血を3滴垂らした牛乳みたいな色してますよねあの牛乳に血を垂らしたことない、うん、ないない分かんないレバーの血抜きした時の、うん、あレバーを血抜きしたことあるのあります、うん、いやすごい経験があるんですよお手製のレバニラ牛乳で血抜きしますからねまさにでもそんな感じの色してますよこれ、うんうん、じゃ最後一口残して俺も分からないちょっと気になる味見したい、はい、味見したい、はいうん、お酒なんですかこれは入れた、わかんないですね。お酒、飲んでみないと、飲んでみないとわかんない。それすらもわかんない。うん。あ、そう。やだなぁ。何が入ってるんだろう。ミッキーやってって。はほっ。ほほほほそんなこと言わないでしょ。ミッキーさ、ミッキーそんなこと言わないよ。なんかミッキーの選ぶ。クリアようこそ。ミッキーの選ぶとこはなんかちょっとおかしいよ、ね、独特なんだよな。うん、いや、ミッキー、ははってすごい言いますよ。言いますよ。はほって。本当にめっちゃ似てると思うんですけど。ほほ。ちょっと本気でやってみて。うん、ほほ。でね、僕ミッキーだよ母で。ほほ。僕ミッキーだよ。いや
はぁって言わない、言わないでしょ、言わないでしょ、言わないでしょ、みんなで一緒に踊ろう、はぁって言いますよ、言わない、はぁって言わない、言わない、言わない、言う、本当に言います、本当に言います、あいつ断るごとに人のこと嘲笑うんですよ、ほんまですか、わら、わら、わらじゃないですか、かっこわらの、さそり笑いの方よりも、あざ笑の方、昔のダブルの意味みたいな感じで、はは、草生える、草生える方、草生やした方、みんなで一緒に踊ろう、わら、みたいな感じ、そうそうな感じです。今ちょっと気になったことがあるんですけど、はい、ダブルはもう古いの今もう草生え、草生えるですね、草生えるって言うんですよね、草、草って言ってますね、草、草、みんな草、ダブルって草みたいに見えるじゃないですか、でその草とか言うんですよ。なんかみんな今草っていう感じ、今なのかわかんないです。もうそれが古いかもしれないですけど。じゃあ古いんだ、ちゃん用語ですよね。これもね。もう古いんだ。じゃあ笑って入れなくちゃいけないの？あのカッコ笑いみたいなことですか。そう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 。カッコ笑いっていうのがもうないですからね。あるじゃん、あるじゃん。その文化も。まあ僕はあのずっと。なんだこの野郎、クソ運命とかやろお前。なんだあいつ。なんだあいつ。ほら草生えた。時代遅れすぎて。柄悪いな。じゃあみんなで乾杯してお別れしましょう。はい、ちょっと今日は大草原とかね、大森林とか、はい。今日は相当延長しちゃいましたね。11時20分です。はいはい、すいません。まあまあ、まあまあまあ、バレンタインデーなんで、はい。今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この乾杯をもちまして終わりとさせていただきます。はい。グラス持ってる方はみんなが飲みましょう。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。姫ありがとう。ルイお疲れです。来週は、はい、来週は Q さんが、あ、Q さんが、Q さんが来るのかな、はい、うん。ということで、マジか。練乳ですな。おお、マジか。あんま。あ、マジか、これは。あ、でもチョコ入ってない、チョコ入ってる、ね、なるほど、バレンタインデー仕様だ、なるほど、ホワイトチョコ入ってる、はいはいはい、まあうまい、でもうまいけど、あんまでも、うわー、練乳だ、ミルクセーキとか、あっちに近いですね、うん、そうですね、 UCC 超えましたね、あんま、それでは皆さん、おやすみなさい、ありがとうございました、来週もよろしくお願いします、ショールームでやります、お願いします、ありがとうございます。